皆さんこんにちは、あきえちゃんのちょびりぐ発信時ちょびりぐトークのお時間でございます。というか、はい、ね、絵面が変わってないということで、はい、前回の時とね、はいはい、この間というか前回も言いましたけれども、はい、森助にそのまま残ってもらって、はい、突っ込んで突っ込んで、いやー、森助毛が抜けとる毛が、うん、何してんねんだ、ほんま絶対にあった、見逃したらダメよ。そうなんですよ、ね、ね、頼むわよ、頼むわよ、はいって返事するんやもん、森助っていう。動画が変わったからこれはもう新しいもんやと思う。そうゼロから全然ゼロから、ね、ゼロですよ。もちろんもう頭にインプットしました年末のご挨拶をね、はい、させていただこうかなと思いましてね、はいはい、さあ秋枝さんにとって2022年はどういう年だったのかという、はい、うん、そうですね、私なんかこれで言ったかどうかは知らないけれども、とりあえず2021までが一応形として大作家系の良くない、良くない入り口は。そうですね、言ってました、言ってました、はい、言ってて、そしてやっと開けたわみたいな、はい、それは2月、うん、そうそう、でやっぱりその開けたわって気持ちがそう動かすのか、はい、本当になんか徐々に開けてきたなっていう年だったんですよ、うん、で仕事ももうほんまにちょっとずつもっと順調になってきたし、はい、コロナもちょっと落ち着いてきてとか、うん、ちょっといろんなことが開けてきてどんどん良くなったなって思ってきたんです、はいはい、そしたらね、はい、ついこの間なんですけど、はい、あのネクストっていう番組あるでしょ、新喜劇のね、はい、次の世代の人たちを育てるっていう番組らしいんだけど、はい、そこで、タメオちゃんから、うん、レイチェル君とタメオちゃんから連絡があって、はい、そのレイチェル君が今なんかその占いみたいなのを、あ、そうですね、占いというか、ね、市中水明、市中水明のやってるらしくって、はい、それでそのネクストでそれを取り上げられたんですって、特集みたいなやつね、うん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 、で新喜劇で誰が一番運がいいかしらっていうなんかこうやったらしい。はいはいはい。したら、まあタメちゃんから電話やったんやけど、はい、あきえ姉さん私今日収録行ってたんですけど、うん、あきえ姉さん来年新喜劇で2番目にいいんですって。あきえ姉さんだけじゃなくて、あきえ姉さんのご家族もその余波を受けていいようになるんですって。ええー。ちょっと興奮して電話いただきました。はいはい、そうだとかって110何による中で、うん、そうすごい2番っていうことは、はい、2023年は私にとって素晴らしい、こう開け始めた途端に日の出がバーンという年になりそうだなと思ってる。素晴らしいでしょ、まあ、ただあのその話は新年のご挨拶でしてほしかったです。あ、そうかだからまあ言うやんね、まあ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 、2022年はちょっとずつ上げてきたなと思ったけども、はい、もうほんまにこれはこう助走で、そして、うん、はい、今からスタートラインに立ちますよみたいな、なんかそれを期待してるからワクワクしてます。でも助走って言わはりますが、はい、この2020年、はい、劇場何週出た、2022年です、2022年劇場何週出たか認識あります？さあ知らないです。何週ぐらい出たらと思う？ NGK 祇園、4でしょ、まあ、まあ年間大体51週間、51週間、あけ姉さん、うわほんますね。もういや違うって、もう年間51週間ありますよ、はい、と計算して、そのうちの何週出たでしょう、ね、何週出たかっすよね、うん、いやどれぐらい、で休みむっちゃでも出られてる、めっちゃ出てはるねえ、うん、そんなこともなかったような気がする。いや僕はあの全部調べましたけど、すごい調べました。マジですか、はい、ちなみに明田さん NGK が26週間えで、祇園が19週なんで、この2つで45週出てますね。え劇場では45週です。マジで、はい、でその6週の部分のところで岡山営業いたりとか、はい、東京グラノカ月やったりとか、まあロケやったりとかっていうことなんで、まあお忙しい。これがあのまだそんなに開けてへんかったと思って恐ろしいんです。恐ろしい。来年75週ぐらい出るじゃん。ないやろ75週。いやいや、だけどね、本当にね、すごい、そういうことを言われたから、はい、だからそれを本当に本当にするために、はい、自分も心がけなあかんなって思ってるの。うん、まあ言えたら、はい、人の嬉しいこと、楽しいこと、幸せなこととかを心の底から喜んであげるとか、はい、人の悪口を言わないとか、うんうん、こう極力自分をいい状況に持っていくとか、はい、そういうことを、はい、こうもっともっと意識しようという気持ちにはなってます、うんうんうん、迎える準備はね、うんうん、やっぱりね、心根がやっぱこう落ち着くと、うん、とってもいいものを引き寄せる気もするし、うん、どうせいいって言われてるのやったら、もうこれを邪魔するものは全部排除しようと思っているんです、うんうん。僕あの明恵さんの
まあ、あの携帯、うん、多分ものすごいいいオーラ出てる。携帯から。携帯。スマホから。まずスマホから。もう考えたことない。人の笑顔入ってる携帯あんまないと思います僕。まあ、写真と、ね。写真。すごい先輩になりすぎたから、はい、その後輩が笑顔で写るしかないんですよ。そう撮らないですもん。でも笑顔になるじゃないですか、ケイさんにカメラ向けてもらったら。嬉しいこと。いやあれパワー相当持ってますあの携帯。ああなるほど。僕すごい思うんですよあの。本当？はい。いやなんて幸せなんでしょう。何で何千枚もあるでしょ携帯の中に。何千枚は入りきれないんじゃない？何千枚あるわ。あるでしょ。あるわ。そうや、この間なんか待って4000何枚カメラロールですね。あったあった。はいはいはい、あれはね、もうずっと戻ってますあの携帯。あ、そうなの。あ、そうなの。でもね、そのほんまにそういうことって、はい、あのこう掘り下げると、はい、いろいろ出てくるもんよね。はい、そう今モリスが言ってくれた。モリスや、モリスや。おっしゃ、おっしゃ。いい判定だね。でも、お前そう言ってくれたことで気がついたとか、はい、あるでしょ。その別に携帯からそんなあのそういうものが入ってるっていうことだって、はい、あの入ってるけれども、そこにそういうふうに言ってもらったら、うんうん、あ、そうなんや、笑顔がいっぱい入ってるんやとか、うん、はいはい、あのプラスにね、はいはい、感じることって山ほどあるよね。こうして掘り下げればね。はいはい、ありがとう。確かにその視点はなかなか良かったですね、うん、スマホ自体が、うん、僕はなかなか褒めないですよ、うん、これ本当そうですよ本当に、ね、あれちょっと辛辣から口に僕は接してきましたけどそうなんですよこの人ちょっと褒めてくれる時もね、そうなんや、今のはいいですからやっぱり、うん、ね、はい、今のね、はい、うん、今のありがとう、いや、なんでも気づいてましたか私、はい、モリスの2022年は、はい、僕の2022年、でもどうですかね、でも本当に僕もありがたいこと結構仕事をいただいてますの中で、うん、だって一番忙しい時5本分ぐらいの台本ね、そうです、すごい、1週間で5本、そうやね、なんか極みとかあの下のねステージもあるしね、なんか若い人たちはね本当にすごいね、かぶって行ってこいしたりとかね、掛け持ちしたりとかしてるしね、はい、確かに、ね、あの時何かぶってた、その田畑とのイベントと、あと NGK と NGK 初日でセカンドシアター、セカンドシアターとセカンドシアターの夜のイベントが同日であったんです。 なんで5本、私ね、はい、今度ね、はい、1月1日2日3日、はい、初めて極み新喜劇に出ることになりました。そうだ、そうなんですね、漫才劇場の、はい、漫才劇場のだから、はい、こちらが4回公演であっちが3回公演で1日7ステをやります。すごい、すでに開けてますね、もう。そうそう、いきなりですね、すない、だから3日で21ステージぐらい、あ、まあ言うたら1日が、うん、あのこっち、あ、2ステージですね、そうですね、そしたらまあ5ステージ、あと2、3は7ステージ、7ステージ、シーラーシーラーってシーラーってね、シーラー大暴れですね、すごいな、ほんまに極み新喜劇ですよね、いや、そう、俺はずっとそれ思ってて、あの新喜劇極めてるの本来 NGK の新喜劇だよ。そうそう、確かに漫才劇場の新喜劇極めてへんやろ、若手がね、メインですからね、ついに極め、ついに極む瞬間が、ほんまにもうね、いろいろとね、はい、あの待機場所があんまりないので、はい、こちらで全部準備して、はいはいはい、走ってこうしてとかいう、そうですね、極意をね、いろいろ教えていただきます。大部屋みたいなとこなんで、ね、もこの奥屋、ね、そうですね、秋野さん以外のなんかベテランさん他で出ないですか？今回はやっぱお正月バージョンということで、うん、千葉ちゃんがリーダーで、ね、そして秋ちゃんも出てるし、あきちゃん、千葉ちゃん、あたし、響ちゃん、佐藤太一郎っていうメンバーに漫才のお方一組が入るっていう感じで、誰が入るかとか知ってるんですか？台本に書いてたんですけど、確か風数やあったと思うんです、まあ、そんな名前です、すいません、ごめんなさい、さっきまでここ僕らがここの今さっきの人あったのが風水です。あ、嘘、はい、風水屋くん、ご挨拶しといたらよかった、あんま風水屋くんって言わないですかね、そうやったんや、もう一瞬やったからちゃんと顔も、ねはい、うん、めちゃくちゃ面白いです。え、そうなんや、はい、もう本当に申し訳ない、もうたくさんの、もう言ったら昔やったらね、はい、その同じ劇場で、はい、同じイタフームから、うん、若い漫才の方たちの顔も
なんとなくは覚えていくんやけど、はいはい、今は全く劇場が別やから、うん、お仕事一緒にしない限り本当なかなかね、はいはい、テレビでお会いしても、はい、その生とはまた違うし、私自身もあテレビでよく見る人やとか後輩のこと思ったりすることもあるんで、あの東京とかね、はいはいはい、うちの子がもうお笑い大好きやから、うん、いろいろあのほら癖すごいとか、はい、いろんな番組をね、はい、一緒に見ることが多くて、はい、でそこでこうおなじみの人たちとかを、はい、まあ、営業とかで、はい、あのお江戸の方の営業とかで行った時に、うん、あテレビの人やとか思いますよね後輩やったとかなりますね、うん、YouTube 見ててもありますもん、あ YouTube 見た人やお前さんね、えあ、ごめんなさい、私です。平坂広志さん。そうそうそう。え、誰誰誰。生物ライターの平坂広志さんという方がおられて、はいはい、で僕森月にその、まあ、そのいろんなあの動物に詳しい人なんで、うん、いろんな動物とか毒がある生物にわざと刺されたりとかする人なんです。あ、なんか聞いたことある、はい。知識に基づいてやってあるんで、ハブクラゲ刺されてみるとか、背中ゴケグモに刺されてみるとか。タクが教えてくれたんですか。かもしれないですね。そんな人がおるって。でそれを僕新喜劇の釣り部のロケで南港行って釣りのロケしてたら。平坂さんも別のロケで来てて、平坂さん芸能僕からしたらやっぱ芸能人感、ね、普段も芸能人あんまときめくことないですけど、今年一番嬉しかったのはその人なのあでもそんなんがあの昔なんやけど、はい、そのコメディにゲストで呼ばれた方が、はい、韓流のドラマで日本人の女優さんなんやけど、はい、向こうでこ名前変えて活躍してる人やって、で私にしたら韓人と、はい話したいってめっちゃ思うんやけど、周りが割とキョトンとしてる状態やったりとか、あれね不思議やね、まさか接点ないだろうと思うところだから余計なんだね、そう確かにってはいはいはい、いやね有名人会えた時ねでも森助とか言ったら見取り図とかね同期でずっと仲良くやってましたから、そうか、うん、私も見取り図とかあなんか思わず敬語使ってしまうわいやだってあまり接触もないし、うんね、なんかこの間な何やったかな、なんかでおしあサインをいただきたいっていう頼まれたから、はいはいはい、でマネージャー通してサイン書いてもらったんだけど、はい、その霜降り明星と見取り図と、そしても思わずサインありがとうございました本当に助かりますみたいな感じで言ってしまうというか、ね、あんまりこう接触がないとか、もうほんまに東京のタレントさんみたいな感じで、そう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 、ね、でも優しいですからね、あのタレント、そうですね、4人か、霜降りもね、うん、ねえ、ねえ、ね、思わずね、こうオーラが輝くというか、パッと覗いて、いあ、あのサイン書いておきましたって言われると、あれだって何やろね、あのこう今こう頑張ってる人たちって、はい、なんか自然発光体のようにね、うん、なんかこう、ね、何かを放ってるよね、僕この間、あの、ね、うん、高島の地下のめちゃめちゃ混んでるところ、うん、地下 の、 あの惣菜売り場のところで、うん、15メーターぐらい前歩いてる河合くん、アインシュタインの河合くん、はいはいはい、パーッと目入りましたね、やっぱり、やっぱりね、こう不思議な、やっぱオーラみたいなの走ってるんやと思う、ね、勢いあればあるほど、やっぱそういうなんかね、なるほどなるほど、なんかね、ね、そうならないとね、いや、森助も最大光ってますよ、やっぱり森助も最大光ってますよ、うわ、ありがとうございます、パーッといっぱいおっても目につきますよそれちょっと違う、ちょっと違います、ちょっと違うか、全然ちゃうっすよね、河合さんとオーラはないけど目立ってました、ほらこれでも今から愛媛行って、はいはい、ほんまにね、さっきの、さっきというか前回のお約束事を守ったら、はい、そしたら本当にあ、森助やっていうこの光り方がね、はい、そんな頭だけのことじゃなくてそんな頭で直接的に前田さんより全然ひどかったですよ、今の全体を話すオーラみたいなのをね、はいはい、発光し続けてめちゃ笑ってるんですね、はい、まあまあでも今年もお二人にとってはいい年やったっていうことですか、本当にいい年でした、はい、来年はもっといい年にしましょう、本当に負けないように頑張ります、はい、ね、もうこちらの方こそ負けないように頑張りますというわけで2022年、はい、明けていきまして、2023年を迎えるわけですけれども、はい、このチョベリグトークも、ずっと永遠にっていうか、私があの喋りがなんとか拙くならないように頑張れる、ちょっともう拙いね今のはもうすでにちょっとあれ腰越せるから、本当にね、聞き取りにくくならない限り、はい、あの続けていこうと思いますので、はい、これからも皆さんよろしくお願いいたします、ちょっとなんか森助と愛媛で撮れたらいいですね、うわそういいね、向こうで酒飲んでなんかね、うん、本当ですね、酒飲みながらね、はい、最高ですね、それ鯛めし食べながら最高はい、ぜひお願いします。ぜひぜひこちらのお約束ね。お約束でお願いします。お願いします。では森助、はい、これで締めましょうか。締めましょう。はい
いやいやというわけで今回は、はい、森助君と2人で、年末のトークを撮影させていただきました、はい、皆さん、チャンネル登録そしてコメント高評価ぜひともどしどしお寄せください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。